はい、おはようございます。今ちょっとマシになってきたんですけど、夜中ね、まさかのね、雨がね降ってまして、今でもちょっとだけパラついてるのかな、ちょっと音が若干するんですけどね、まあ、夜中よりは全然マシになりましたけど、天気予報を確認したら、もう朝のね8時9時ぐらいにはね晴れてくるらしいんで、まあちょっとその辺まで様子見て、ある程度乾かせんだったら乾かしてね出発したいと思います。で、今朝の6時過ぎかな、7時にはなってないはずなんで、でね、昨日夜ね炊事場に行ったら、電源をねコンセントがあって、ご自由にお使いくださいっていう書いてあるコンセントがあったんでね、今回それをねちょっと活用させてもらって、 E バイクのバッテリーを充電したいと思います。一応ですねスペアバッテリーも持ってきて、1本目のバッテリーも半分ぐらいしか使ってないんですけど、まあ、あとねもう1日あるんで、充電できるんなら なるべくね充電した方がいいんでね、ちょっと活用させてもらいたいと思います。さて、自転車はびしょびしょですね。でもね、そんなに強い雨じゃなかったんで、まあそこまで被害はないかな。じゃあちょっとね充電しに行きましょう。バッテリーのちゃんとね、今日はスペアバッテリーのプラスね充電器も持ってきてるんで、せっかくなんでね充電させてもらいましょう。ほら行きましょう、行きましょうじゃないよ、バッテリーを取んなきゃいけねえんだよ本体から。鍵だ鍵。イロハはね朝から元気ですね。ほらテンションが爆上がりしてますけど、朝からよいしょ。じゃあ行きましょう。ようやくね霊が起きたんでね、朝飯を食いましょう。まあ朝飯してもねまだカップ麺なんですけど、カップ麺の用意、お湯を茹でよう。あ、開けないの？もう今沸いたよ、うん、どうする？そういえばまあもうこの時期ちょっとあったかくなってきたんでね、昼がね早速いましたね、うん、1匹だけ目撃したな。よいしょ。ここねサイトの真裏にちっちゃいね川がね、小川が流れてるんですよ。そこにサワガニがいましてね、しかもサワガニの赤ちゃんがいましたね。これから大きくなって美味しくなんだろうな、素揚げにしてねまあこれは逃がしてあげないとかわいそうだけど。
じゃあ撤収が終わってね、チェックアウトも済ませましてね、次のキャンプ場向かうかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず行きましょうかね。で今ね、とりあえず目的地がね一応決まってんですけど、次のキャンプ場はこの辺にしようかっていうのは、あとはもう気分次第なんでね。ああ相変わらずここはすごいね。ダメだね、今日の予報は晴れマーク出てたんだけどずっと曇りだね今んとこ。お、あそこ鳥居があって桜がすごい咲いてるぞ。ちょっと休憩ポイントだな。飲み物買いたいぞ。自販機ねえかな。ほらいい感じに咲いてるじゃん。多分桜だね、あのピンクだの。2種類の桜があるな、薄ピンクとピンク。ほら綺麗だ、綺麗だね。綺麗だね。今度神社、ここを降りれない階段だな。あ、自販機あったよ。おお。よっこい。もうホットはなくなってるね。高っ。すごい桜が綺麗だ。すげえピンクだね、濃いピンク。映えたスポットだよ。本当だよ。いやちょっとこれでお菓子でも食べる。うん、よいしょ。鳥居があれ、あれよくパックラフト乗った時に見えたよ。あのくぐったよ。くぐったパックラフトでなんかご利益あるかなと思ってくぐった。何もなかったけどよいしょ。重い超重量級。いろ、こっち向いて。はい、いっちゃう。いや、まさかのね、雨が降ってきましたね。ちょっとね、さっきポツポツ来たんですけど、雨足がちょっと強まってきちゃったんでね、今、まあちょうどいいっちゃいいんで、あの東屋にいる時点で雨が降ってきてもらったんで、このままね東屋でね雨宿りさせてもらいます。いやだいぶ雨足強まってきましたね。ですね、今ね雨が降ってきちゃう、まあ、ちょっとね小降りにはなってきたんですけど、雨が降ったことによってねだいぶテンションが慣れてきちゃったんでね今日もう一泊するしないっていう、今ちょっとねレイとね会議になってます。どうするのか、このまま帰るのか、次目指してたキャンプ場に行くのか。何碇玄道の真似してんのどうすんの、どうする、一泊する、帰る。いろはもなんかやる気ないけどもうペターってしちゃってんじゃん。じゃあもともとだよ。はい、ドゥルルドゥン。結果が出ました。本日はねこのまま金谷港のねフェリーに乗って帰りたいと思います。テンションがねだだ下がりなんでね、まあ、雨はねもう止んで晴れ間も出てきたんですけど、今日はね帰ります。多分ね今目指してるキャンプ場もこの時間からじゃね、チェックインの時間までに多分間に合わないと思うんで、こっから30キロ以上、35キロぐらい離れてるんでね、確かねチェックインの時間が5時までなんで、多分その時間内に着かなそうなんでね、今日はねおとなしく帰ります。僕の旅はねいつもこんな気分のまま、気の向くまま、思う向くままにね、風の吹くままというか、そんな感じなんでね今日は帰りましょう。
じゃあ行きますか。あれだよ、後ろはサドルバッグがあるからドルハネ食らわないよ、うん、前だ食らうとしたら。幅も食らない、うん、いや日差しが出てきたな、暑い、一気に気温が上がるわ。でもまだ半袖になるには寒いな。じゃあちょっと飲み物とね、なんか食い物補給しましょう。お前どうする、おむすび自分で持つ、どこで入れる、何じゃ分かんない。フェリーまで40キロ切ったぐらい、残りね38キロなんで、まあそこそこね距離はあるんですけど、一応最終便がね19時20分がね金谷港の最終便なんで、それにまあ間に合えば帰れるんで、さすがにね余裕で間に合うと思うんですけど、できたらね5時20分のやつに乗りたいんですけど、であとは今買った昼飯をどっかね景色のいいところかわからないけど、のんびりできるところでね食べたいと思います。あるかな、どっかいいところは。さあここからは怒涛のダウンヒルです。じゃあちょっと昼飯食いますか。あんまり別に景色がいいとこってわけでもないんだけどね、まあいいや、はい、お茶は？あそこに交換した。じゃあ行きますか。フェリーめがけて。何時のフェリー乗れるかな。もう5時は無理だよな。あと3時間切ってんもんな。急いで行っても長坂街道あるからな。長坂街道な。あれが一番の鬼門だな。なるべくだったら長坂街道を通りたくない道で行きたいけど、無理だからね。道がガタガタやねんの。あーここも気持ちいいでしょう、道。チュ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 、鳥がうるさい。坂、坂、坂はね、もうね、躊躇なくね、アシストオンをね、使わせてもらってんで。え？なんか言った？ヘビ？あ、そう。いや、千葉はどこを切り取ってもね、こういう里山的なね、感じなんでね。今日はねちょっと曇っちゃってるからねあんまり映えないですけど、これ晴れてる日ね、田んぼとかがね鏡になってね、あの空が映るんでね、結構綺麗なんですよね。気持ちいいね、雨降ってるけど。こういう道は気持ちいいよ、うん、雨は降ってるけども、うん、雨が降り出してきたけどもね、ちょっとだけだけどまさかの、うん、ちょっとねワンチャン17時20分のに乗れる可能性がちょっとあるっぽいんでね、少しスピード上げ目で行ってます。でもね最後に長坂街道っていうちょっと街道が、坂道がね何箇所か出てきて、そこでのタイム次第だな。そこがちょっとね乗り切れないと多分間に合わない。さあお待ちかねの長坂街道に出るでございます。だいぶ暑い。まあでもあの坂道はもっと向こうだから、うん、しばらくは平坦、平坦のちょいあれかな、上りなのかな。さあ長坂街道ラストの坂道、多分ラストだよねこれ、もう3つ目だから。 あそこは頂上じゃない、あれがてっぺんだよ多分。
今ね、4時10、5分前かな。もうすぐ4時で、5時20分だからなんか間に合いそうな気もするな。あと13キロでしょ今走ってて、あと12キロぐらい普通に行けば間に合うんだけど、スピードさえ落とさなきゃ、あと休憩さえしなければ。よし、とりあえず長坂街道の一番ハードなところはこれで突破した。する？ここ2年前のスタート位置。いで、まあ間に合うよ。今4時10分、あと1時間10分あるから。今ね、だいぶ、本来の僕のスタイルとは全く違うガチでね、結構本気で漕いできたんでね。今長坂街道はもう終わる、最終地点の道の駅なんだっけ、保田小道の駅保田保田ほったか、ほた小の道の駅の今前にいるんですけど、こっからね、もう、フェリーまではすぐなんで、で、残り時間がね、あと1時間10分なんですよ。余裕で間に合いますね、5時の。さて、もう、金谷港到着ですね。いや、思ってたより全然早く着いたね。30分以上時間を余らして、到着した感じかな。いいね、これで2時間早く帰れることになったから。よし、到着。あ、結構並んでるね。よいしょ、到着。そうだね、まだお家じゃないからね。よいしょ。